今回は2023年のアップデート情報、その一部が発表されたので紹介していきます。みんなに一緒にモンハンライフのアートと言います。まずは第4弾アップデートが2月ということが判明しました。モンスターハンターライズの他のハードの発売に合わせてくると思いましたが、ずらしてくるようです。その下にはモンスターのシルエットが追加されています。さらにその下には復活固有種モンスターと記載があり、新規ではないことが明確になりました。ではこのモンスターは誰なのか予想していきます。まず気になるのが特徴的な角。ここに黒いシルエットといえば、そう、ラン。全くわからないので思いつく固有を当てはめてみます。まずはリスナーさんから復活の希望が多かった山掴み。明らかにシルエットが違い、左側のトゲのようなものも存在しません。上下反転などはこれまでのカプコン的にやってこないはずなので、山掴みの可能性はほぼないと言えそうです。次に予想が多かったのが天妻が土。翼の部分の丸みなどが似ていますが、シルエットの鋭い部分に該当する箇所がありません。またこれまでのカプコンのシルエットは顔を表示しており、特徴的な顔に該当する箇所が一切ありません。このことからアマツの可能性も低いと思います。もちろん完全に書き直していた場合、アマツの可能性も出てくるかもしれません。どちらかといえばフロンティアさんのアマツ専用種の方が近い形状かもしれません。顔が正面を向いていれば全体の特徴が合ってくる気がします。ミラシリーズはどれも近い特徴はなく、おそらく違うと思われます。他にもアイスボーンから復活の希望が多いネルギーアンテやイベルカーナも特徴が違います。ただし首をひねっている画像だとすると、イベルカーナは若干特徴を捉えているかもしれません。同じ理由でこの部分を頭の角ではなく先端部分だとすると、ラオシャンロンは結構近いかもしれません。顔をひねるというより正面を向いている感じかもしれません。ジエンモーランやゴグマジオスは類似する特徴がありません。以上がリスナーさんの希望が多かったモンスターと似た特徴を持つモンスターを比べた結果です。個人的にはラオシャンロンかイベルカーナが似た特徴を持っているなという印象でした。皆さんはこの画像からどのモンスターだと思いますか？ぜひコメントをお待ちしています。ちなみにアカムトルムは非粒子なので違います。以上が第4弾アップデート情報の紹介でした。